ポンズ野郎が殺されて悲しいと言っていました。ジジイさんがインポスターって前提なんだもん。チョボスケです。もうチョボスケです。お前に村を救えるか。何画面が黒いか、画面が黒いか、ま、間が怖いから。やったー。あーちゃん、やばい、急いで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 、バッ作れ、作れ、サイドキック作れ、サイドキック作れ。ジャングルみたいな音がした。これでもう大丈夫だぜ。どうしよう、この子誰かお医者さん。ありがとう。この子どうしましょう。アショピクミンはヒン、何の人その曲。そこで止めるんですよね。赤ピクミンは火に強いんですよ。知ってますか皆さん。初見でした。知ってますよ。ナイスボタン。うん。マジで。黄色は高く飛ぶ。そう。すごい。知ってるんだ。青ピクミンは水に強い。溺れない。すごい。知恵がいろいろだな。ピクミンズ。さっき青ピクミンは火って言ってたよ、歌って。バカじゃん。ここでもバカ。もういいだろ、俺がバカなのは。もう分かってんだから。やっぱここでもいいんだよ、いいんだよ。の、のちさんのじゃん。やっばー。こわ、どきどきする。メイヤーこわ。ちょっと焦るよね、やっぱね。どうしましょう。どうしましょう。超笑顔にさせられる。どうしましょう。どうしましょう。やばいやばい。メロちゃんの子供が。誰の子なの。このヘリコプターに乗せていこう。ちっちゃくね。早いから。よし行くぞ。おいおいおい、うまいな。ヘリコプターの羽の真似うまいな。小ネタすごいな、入れ方が。よしよし。病院まで、病院まで。病院そっちにあんの。あ、これバイトだ、こっちこっち。もう、息継ぎ大変そうだよ。息継ぎすごい大変そう。ちょっともうどうすんのよ。これどうすんの。これば、なんでシグネさん死んだ今。え、いや、なんでというか、思いっきり切ってたよね。誰が切った今。うん、俺目線は、のつはずっと動いてたのね。まあこれさ、ミディアムが調べればいいんじゃない。まあ間違いない、それは。そうだそうだそうだ、言ってたよね。番長の目線は一回スキップしようじゃん。ポンズじゃあポンズにしよう。ポンズおー入れてた。俺は入れるっしょ。メイヤーパワーポンズポンズで合ってる、ポンズで合ってる。本当に合ってます？合ってます、絶対合ってる。そうかよ。絶対。信じていいの？いやだから。俺ね、いやだから。兄貴、ついてきます、兄貴。かっけーさ、兄貴、マジで。やってたよ。普通にやってたよね。あ、俺ボタン押してるわ。押そう押そう押す。マジで？おソースお願いします。殺されたミワさんですか。ミワさんいましたね。ミワさんがシャワーにいました。ミワさんがシャワー浴びてましたね。ポンズ野郎拾います。ズザキ拾います。ズザキ拾。ポンズ野郎が殺されて悲しいと言っていました。一応一応ハノコが残した言葉を私が伝えましょう。あ、シューネさんね、なってきました。お願いします。聞いてみる。あなたを殺した人はどんな人ですか。あなた泣いてんの。私を殺した人は濃い色をしてました。濃い色。少ないはずだぞ。今日少ないはずだ。高野っちさんと詩人さんの二人ですね。あれ、ちょっとあ、しかしポンズ野郎もいますが。じゃあポンちゃんでいい。いや、ポンズで、ポンズだってこれは。俺は淡いになってる。淡いですね。少し聞いてみましょう。番長は、番長は淡いですか。はい、番長は淡いです。何番長が淡いですか。番長。いや、番長。いや、番長の趣味聞かなくてもいいでしょ。番長、いや、おるんよ。霊界関係ないんで。おるから。本人一応番長は淡いと言っていますね。言ってるんだ。
番長いるから、ね、番長は甘いのね、うん、淡いホーラが見えますね。もうだったらもうそれでさ、犯人見つけてよ、うん、この中の。わかりました。では私のスピリチュアルで犯人を見つけます。うん、そうすれば解決。シウネさん、あなたを殺した人の名前を教えてもらえますか。名前？名前？役職？名前？名前まで？すごい。名前聞ける。漢字二文字だそうです。詩人じゃん。俺違う。漢字二文字。漢字二文字が浮かび上がってきました。緑のオーラが見えます。違う。詩人じゃん。ボタン押すのか。シュネ。お。ナイス。はい。はい。ナイス。どうしたんですか。もうちょっと見えません。もうちょっと。おい。欲しがりだな。来た。もっと見せてもらう。なるほど。あなたは何を見てほしいんですか。インポスターを見たい、はい、なるほど、インポスターが誰かを当てればいいんですね。わかりました。しかし、しうねさんは誰がインポスターか一人しか知らないので、詩人さんから相方が誰かを聞くことにしますね。そうだね、これは詩人さんがインポスターって前提なんだもん。うん、前提っていうか確定だから。確定か。うん。舐めてんのかお前。しょぼすけです、もう。しょぼすけ。おかしい。もうしょぼすけになりました。もう何だこれ。今のでもうしょぼすけになりました。なんだこれ。そうだろ。ゆずきさんか。もうしょぼすけです。なんやこれ。もうって何。残念ね、しょぼすけになりました。ごめん。史上初なんこれ。オーラが見えた。オーラ。そんな風にオーラ決まんの？だってありえんの？そんな…めちゃくちゃおもろいやん。そんな風に決まっちゃうの？オーラって。ごめん、シジさん。もう仕方ない。あれはもう仕方ない。仕方ない。マジか、ミワ。やばいだろ、あの人ジャッカル見つける天才だぞ。バンナ、私だって妨害し、いけいけポンチョンペ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 ンポンいけいけポンポンポンまあ、でも色は当ててるから当たってるってことだ。リアクターが鳴ってない時点で3、ジャッカル3人並んでるのおもろいな、これ。疑ってるかと。こんな写真撮るわ、俺。いや、だからねえだろ。シウネの死でジャッカル全部落ちた。ボタン押したんで番長さんが白いか黒いか、ズズアキヒロさん教えてもらってもよろしいでしょうか。番長の練習をしないと釣られるぞ。しかし今回は例ではなく、番長の後ろに見えるオーラで判断させていただく。番長のオーラ見えんだ。では少し集中させていただきますね。やばい番組始まった。ミサトランがジャッカルですね。すげえ合ってるね。すげえ合ってる合ってる。悪くないな。インポスターどういうこと。すげえ。どういうことで見てミサトランなぜでしょうか。ガチですげえ。なぜ番長の背後でミサトランのジャッカルが見えるのでしょう。パーフェクトあるよこれは。これいけるぞこれ。イビルミュージアムやもう。逆にもう今勝ってしまえよ。イビルミュージアム。あ、釣られんじゃないこれ。ミディアムだ。ミュージアムやん。ミュージアムって何？これミュージアム。これ誰になるんですか、カズさん結局。ミサトランです。了解しました。ありゃ。新しい王生まれてるじゃん。やめてください。ちょっと待ちましょう。ちょっと待ってください。
と待ちましょうじゃん。所詮所詮オーラ所詮オーラなので所詮所詮オーラなのでやめてください。所詮オーラなのでもうこの村やめよう。頭おかしいよ。すごいよ。めっちゃあって頭おかしいよこの村。ズズアキキのどこにいるんだ。怖いな。終わった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 。お、これはもしやシェリフ？どうぞ。はい。なんか、はい、俺さっきいたよね。うん。スタアサヒさん死んでました。エレクトリカルで死んでました。死んでたんでしょうが。いませんか。俺エレクトリカルです。これセキュリティです。これシェリフで食われんのか。瀬戸さん瀬戸さん瀬戸さん内訳を見てください。呼びてーって言います。ズズアキヒロに全員落とされてるからジャックルジー合ってんじゃないか。ズズアキヒロやばすぎ。なんならミサトラマシンガイまで言われてる。合ってんじゃん。今回は本当に人が死んだのでその人の霊魂を見ることができます。すごい。見てないけど。それを見た方が確実だと思います。あー、そこは真面目なのね。一回ね。今でもいいですが、今でもいいの判断になるのでちょっと曖昧になりますが大丈夫。ちょっと待って、ほら曖昧だ。曖昧だっちゃうかな。行ってみようか。合ってんのよ。スキップして今の状態だとどうなんですか。今の状態だと日中の血が悪いと思う。すごい。もうやめよ。しかわからない。やすごい。マグマが死ぬ。えぐいえぐいえぐい。ドロドロの。いやこれが絶対ずっと動画になるぞ。失敗しているでもなんかガチでえぐい。ゲッサーすぎる。あの形も形専門です。私は形オーラの形で判断してきて今まで。あーいやドロドロです今回。なんだなんだよ。完全にコントロールされてんだ。ズズミこっち、ズズミ、アキヒロさんこっち。はい。あ、これは、あ、議論以外は普通なんか。どこ？議論以外では少し霊魂とお話しさせていただき。班長、何？あら、かわいそうだったのに。はい。別に死にたくはなかったと。死にたくはなかった。死にたくはなかったけど、残念だったわ。あ、やばい。すみません。ちょっと、あの、今、あなたの前でした。あの、私の前で一人死にました。私が霊と喋ってる間に一人死にました。あ、自分がやってるから犯人が分かってたみたいなこと言ってたの。お前、マジか。え、ちなみに何て言ってたの。その今、霊魂見たんでしょ、その。はい、見ました。はい、瀬戸朝日さん、あなたの役職は何でしょうとちょっと今回聞いてみました。うん。そしたら瀬戸朝日さんは、私はインポスターですと言っているんです。え、インポスターなんだ瀬戸。はい、私はインポスターですと言っている。いや、ジャッカルなんじゃないですか、こういう感じは。ジャッカル。うん。はい。はい。はい。分かんのかってんじゃねえかよ。そう、どうしたのですか。こんだけ頑張ってくれてる。中野っつね。中野っつね。あなたどうして私を釣ろうと思ったのですか。中野っつさんの色は未だ変わらないんですか。まだ悪いんですか。どうですこれ。見てくださいよ。あれあれでの釣らないの。けだもの、けだもの、悪口だ。このようなものが生え上がっております。ほら、ガチですごい。えっと、まだボタンありますか。僕多分これまだボタン押してない。うん、押してない。中野っていいでしょ。信じてオーラを。汚いんだから釣りましょう。ズズを殺せる力を自分の中に感じます。あれ、ババアキヒロ。ダメダメダメ。
間違えてるよ。違う違う違う、番長違う、番長違う、番長ダメだよ、一番ダメだそれ。番長落ち着け。出た。あ、そういうこと？これパチモンの占い。いや、番長、あなた痛い目あい、あなた痛い目ありますよ。あなた痛い目ありますよ。番長ですよこれ。私は、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 私は霊魂と喋れるんだ。めちゃくちゃ当てたのにね。投票入れられるから、あなた痛い目ありますからね。あなた痛い目ありますからね。お前に村を救えるか。死んだ。全部当てたのに。しっかり自投票、しっかり自投票してるわ。もろやそれ、それはもろや。中持ちでしたけどね。死んだ。あ、死んじゃった。ジャッカルだったんかい。ズズさ、全部当ててたよ。全部当ててた。マジ全部当てたの。霊界見たらやばいよ。いやマジ、全部当てる。蓋開けたらびっくりするよ、ほんとに。マジか、マジか、マジで。何に見える。ナイス。押せるんだ。おい、ズズだけひろ。え、全部当たってんだよ。見てみろって。おい、ズズだけひろ。これすごい。おい、全部当たってるよ、全部当たってる。素敵な動画だったんだけどな。ずるさかったよ。最後本当にもうね、天才かよ。なんか強すぎる。番長、負けんなよ。マジか。ここから負けたらダメだぞ。え、ズズアキヒロ信じろよ。ズズアキヒロ、ここまでやったんだからよ。ズズアキヒロ回で遅いです。絶対絶対絶対で、絶対嘘です。それは絶対嘘です。僕は絶対嘘です。本当のシェリフかどうかですね、これは。これでもここから負けたらもう嘘だったら。だから番長はどちらかを釣っても負けます。ここまで。いや、僕はやっぱズズアキヒロいないと勝てないってことになるね。俺はレプティンさんのシェリフが。あ、終わりますよね、じゃあ。レプティンさんが勝つよ。救世主だからね。いや、僕を含めた村が勝ちます。だって、占い結果が確かジャッカルがキルしてたって。でじゃなかったっけ。あ、インポスターか。ズズアキヒロさん、ズズアキヒロさんが最後に。で、じゃ、インポスターだったんですよ、さっき。ツレツレで、いけるよ、番長。イライラしちゃったんかな、番長。いけ、番長いけ、番長。イライラしちゃったんかな。はい、終わりました。すごい、ズズアキヒロ、マジで。ズズアキヒロ、すげえ、マジで。終わったー。すごっ。終わった。これ、やばいよ。絶対動画化してくれ。レプチンさんシェリフ。えぐいわこの回本当に。あれ？え？ズズ？ズズ？最後まで信じてあげないと。マジでこの回えぐい。番長。助けてくれよ。番長マジでえぐい。いやズズ。全部当てたのよ。ズズ当てた。当ててんの。ズズさんとレプチンさんが当てたっぽいの。でも当てたっぽいよ。全人が最初に釣られた詩人ポンズショボスケ全員ジャッカルだよ。そうだよ。よやられたよ。そうだ。ミサトラン、ミサトラン。マットメイトです。マットメイト。影に隠れてバレた。いや4人スピリチュアルで釣ってんじゃん。そうだよ。スピリチュアル。いやマジで人がポン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 釣ってたよ。オーラマジで当てた。オーラは全部当てたんだよ。じゃあ俺はなんかズズアキヒロがいっぱい見たいからちょっと信用を染めにしてみる。